公園前駅は、かつて、長野県上田市にあった、上田交通真田防用線の駅。真田防用線の廃止に伴い1972年2月19日に廃止された。上田温泉電気軌道は、上田市と小さ型群東北五河村の要請を受けて、上田市と東北五河村を結ぶ路線を建設することとなったが、鉄道商船は、上田市内に路線を敷くにあたり、 上田駅から東回りにするか、北回りにするかで迷っていた。上田市北西部の住民が北回りを主張したために、北回り起点で工事を開始した。予定されていたルート上には、上田城の城石の二の丸堀があり、工事が難航するかと思われていたが、同じ時期に、上田城市公園の整備事業が取り行われ、二の丸堀を崩して路盤に当てる工事も、取り行っていた。 おかげで難航することなく、二の丸堀に線路が敷かれ、1927年11月20日に、第1キロ線上田伊勢山間が開業となったので、ある。公園前駅は開業当時上田市公会堂の真下にあったので公会堂下駅と称していたが、1948年に公園前駅と改称している。上田中学校、後の上田松尾高等学校。 上田高等学校の最寄り駅であったが、東北地域の生徒は、いわゆる当時の仲間意識から、川原流駅もしくは北上田駅で下車して各駅から徒歩通学していたため利用せず、また、川西地域の生徒も上田駅で下車して、そこから歩いて通学していたため、通年での利用客は少なかった。しかし、高校野球の長野県予選が上田を主会場で行われたり、 上田城市公園の桜が見頃になると利用する客が多かったという。駅は上田城市二の丸ホリにかかる二の丸橋の下にあった。待合室付きの端式ホームがある無人駅で乗車する際は車掌が乗車券を発行していた。1972年2月19日の路線廃止と同時に廃駅となったが、跡地は欅並木遊歩道として整備されて、 市民の憩いの場所となっており、また、真田防洋線のホームなどの遺構が残る場所として、鉄道ファンにも親しまれている。別所線に乗ろう。別所線の歴史2015年2月4日王子の、当駅と現在の駅跡の写真を掲載。ありがとうございます。